調和級数、数学における調和級数、調和級数とは発散無限級数のことを言う。名称の調和というのは音楽や火星学における倍音の概念に由来するもので、振動する弦の倍音の波長がその弦の基本波長の1、2、1、3、1、4となっていることによる。調和級数の各項は前後の項の調和平均になっており、 また、調和平均という用語も、やはり音楽に由来するものである。史実として、調和級数が発散することの最初の証明は14世紀のニコル・オレームによるものだが、これには、誤りがあった。後に正しい証明がなされるのは17世紀、ピエトロ・モンゴーリ、ヨハン・ベルヌーイ、ヤコブ・ベルヌーイらによってである。歴史的には、 調和数列は建築学の観点からの需要があった。特に、バロック時代には平面図や立面図での均衡を取るために、あるいは教会や宮殿の内装と外装の構造的詳細の調和関係を確立する目に用いられた。調和級数は、その項の極限が例になるにもかかわらず、発散するという意味で、初学者にとっては直感的ではない級数である。 つまり、例に収束する数列の無限和が必ずしも有限値に収束すると張らないことが示される。調和級数が発散することに起因するいくつかの逆理や直感に反する結果が知られている。例えば、ゴム紐の上の芋虫と呼ばれる逆理がある。内容は1メートルのゴム紐がある。 紐の一端からもう一方の端に向かって、イモムシが毎分1センチの速さでもの上を這うものとする。ゴム紐は1分ごとに一様に長さが1メートル引き伸ばされる。すなわち、1分後にイモムシは支点から1センチ張っただけだが、実際は支点から2センチの位置にいることになる。2分後にはそこからさらに1センチしか張っていないにも、かかわらず、実際は、 視点から4.5センチの位置にいる。このようなプロセスを繰り返すとき、芋虫は紐の端まで到達できるだろうかというものである。答えは直感に反して到達できるである。出発点と文語に芋虫がいる位置との距離をセンチメートルとすると、歯という全化式で表される。これを解くと、となる。一方、文語のゴム紐の長さはセンチメートルだから、 芋虫が探偵に到着できるのはとなるとき、すなわちとなるときである。この級数は大きくすれば、いくらでも大きくすることができるから、十分大きなに対して、上の式は成り立つ。すなわち芋虫は、端まで到達できることになる。ただし、そのようなことになるためにはの値を極めて大きくする、必要がある。具体的には、口述の積分判定法のところで見るように、 左辺のシグマの輪はよりわずかに大きな値を取るので、およそ分でやっと端に到達できることになる。別な例として、全く同じドミノの集まりが与えられたとき、それをテーブルの円に積み上げることができるのは明らかだが、それではテーブルのヘリをどの程度張り出すように積めるかというものが挙げられる。この直感的でない結果というのは、ドミノが十分あれば、 いくらでも好きなだけ張り出させることができるである。調和級数は正の無限大に発散する。この事実を証明する方法はよく知られたものがいくつか存在する。調和級数の発散性を示す方法の一つは別の発散級数と比較することである。調和級数の各項は以下の第二の級数の対応する項よりも大きい傘もなくば一致するので、 調和級数の和の値は、第2の級数よりも大きい。しかし、第2の級数の値は無限大であるから、比較判定法により、調和級数の和も、同様に無限大となる。もっとはっきり述べれば、上記の証明において比較が、任意の性の整数に対して成立する。この証明は、ニコル・オレームによるもので、中世の数学の極みである。現在では、 この方法が教科書的な証明の標準的なものとして教えられている。コーシーの判定法はこの方法を一般化したものになっている。調和級数の発散をある講義積分との比較によって示すこともできる。これには調和級数の各項に対応する面積を持つ加算無限個の長方形の集まりを考える。番目の項に対応する長方形は横幅1。 高さを持つものとする。これらの長方形の面積の合計は、調和級数の値に一致する。一方、曲線を考えの部分の下にある面積は、抗議積分である。この面積は、先ほどの長方形たちによって、完全に覆われるから、長方形の面積の合計も、同様に無限大となる。もっと言えば、が示されたということになる。 このような手法を一般に積分判定法という。調和級数の発散は非常に遅く。例えば最初の10個の項の和は100よりも小さい。これは部分和がであることによる。特にが成り立つ。ここではオイラー・マスケローに定数ではの極限で例に近づく。この結果はオイラーによる。発散する調和級数の大部分和は大調和数と呼ばれる。これは 以下の性質を持つ。級数は交代調和級数として知られる。この級数の収束性は、ライプニッツの収束判定法からわかる。特にこの級数の和和にの自然体数に等しい。つまりが成り立つ。この式は、自然体数関数のテーラー級数である、メルカトール級数の特別な場合である。逆性節関数のテーラー級数から、関連する級数が導かれる。 これは、ライプニッツのパイの公式として知られる。一般調和級数は、お実数とし、なるものとして、という形に表される級数である。比較判定法により、任意の一般調和級数が発散することが示せる。調和級数の一般化で引く級数と呼ばれるものは、正の実数を用いて、の形に表される、の時の引く級数は、 通常の調和級数であり、発散する。積分判定法やコーシーの判定法を用いれば、引く休数和の時に、必ず収束することがわかる。この時の引く休数は、有調和級数とも呼ばれる。逆に、の時は発散する。の時、引く級数の和の値は、リーマンゼータ関数のにおける値に等しい。実数値とつ関数でを満たすものに対し、 級数は必ず収束する。アルバータ大学のバイロン・シュムランドは、確率調和級数の性質について研究した。分子のはプラスマイナス1の値を、それぞれ1、2の等確率で取る、独立同分布確率変数列である。この確率変数の和が、ほとんど確実に収束することは、などを利用して示せる。シュムランドは、 その極限がいくつかの興味深い性質を持った確率変数となることを示した。特に、その確率変数の確率密度関数プラスマイナスに、における値はで、これは1、8よりも10ほど小さい。シュムランドの論文には、この確率が1、8に、近いが一致するわけではないことの説明が示されている。この確率の厳密な値はで与えられる。 劣化調和級数は、調和級数の項のうち、分母の重心表示の各位の数のどこかに9が、現れるものをすべて排除することで得られる級数である。劣化調和級数は収束して、その値は22.92067となる。実は、重心表示列から、どの特定の数字列を取り除いたとしても、そうして得られる級数は収束する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。